バシリー・ミハイロビチ・クジエフは、ロシアの革命家、ソビエト連邦の政治家、放送。1890年1月5日、ロシア帝国、オロネツ県ボリシエ号類で、教師の父と農夫の母との間に生まれた、カレリア人。ペトロザボーツク中東学校在学中の1905年に、革命運動に関わり始め、1907年から、社会民主主義組織、 オロネツ県支援委員会に参加し、地下出版、宣伝や政治亡命者のための資金調達活動に従事。同年秋から、ロシア社会民主労働党、ペトロザボーツク支部で、アントンの透明で活動していたが、翌1908年に逮捕され、中等学校も奉公された。1915年に、ペトログラード大学法学部を卒業し、翌1916年には、 ペトログラードの第6予備技術大隊に配属されていた。2月革命まではペトログラードで弁護士をしていたが、1917年からロシア社会民主労働党国際派中央委員会メンバーとなり、5月から翌1918年1月4日までオロネツ県ソビエト執行委員会議長を務めた。1 9 1九年五月からモスクワでボリシェビキ鉄道地区員メンバーとなり、 パベレツ戦で、宣伝活動を行う。同年にはロシア社会主義連邦ソビエト、共和国鉄道輸送人民委員部でも働いた。同時期には、コミュニスト紙編集者も務めた。翌1920年5月に、ボリシェビキ中央医の命により、ペトロザボーツクに派遣され、8月7日から翌1921年2月19日まで、カレリア革命委員会メンバーとなる。 1921年には、東カレリアオロネツ県議選同、宣伝部部長を務め、同時期には、教育部部長、革命裁判所長官や民族問題人民委員部、カレリア人代表、州執行委員、ペトロザボーツクシ選同、宣伝部部長も務めた。第10回党大会にも出席。同年から翌1922年までは、 当カレリア労働コミューン周囲責任初期を務め、コミューンではソビエト執行委副議長に選出されている。しかし1922年6月13日には、党中央イシベリア局によってオムスク県に送られた。翌1923年8月から1926年10月まで、当アルハンゲリスク県委、アジテーションプロパガンダ部部長を務め、 同年1月から7月にかけては、同県に責任初期を代行。1926年からは、レニングラードの法科大学に勤務し、同年10月から1934年まで、レニングラード州副県事長と、スターリン産業アカデミー、レニングラード支部副学長を、1934年から翌1935年まで学長を務めた。 1938年2月から、レニングラード州弁護士会会員となり、1941年から会長となった。しかし、1949年に、レニングラード事件に連座して逮捕され、翌1950年8月13日に、懲役10年の判決を受けた。その後、1954年に名誉回復、1956年から年金生活に入り、 1976年11月30日にレニングラードで死去した。ありがとうございます。